日向坂46シー・賞源氏陽子藤島加歩、ブブカ・表紙に登場相棒でありライバルの諸下加歩が東皮業グラビア日向坂4612シングル「絶対的第六巻」で W センターを務めた4期生の正玄治陽子と藤島加歩が31日発売の「ブブカ・12月号」「白夜処房・表紙巻頭グラビア」に登場する。写真 小源寺陽子藤島果穂の密着感あふれる表紙カット巻頭グラビアでは約2年間共に活動してきた相棒であり切磋琢磨するライバルでもある2人を「逃避行」をテーマに撮影現在は使われていない閑散とした映画館や駅のホームや公園異国間のある飲食店などさまざまなロケーションで 2人だけの密着感や空気感を切り取ったエモーショナルなグラビアとなっている。インタビューでは、加入から現在までの2人の軌跡をたどりながら、さまざまな困難を共に乗り越えてきたからこそ芽生えたという互いの信頼感について語る。そして、昨年末からのハッピートレーンツアー、ひなたんさい、4期生ライブ、日向フェス、と怒涛のライブ三昧だった2024年を振り返ってもらった。 本作で日向坂46の「顔」でもある W センターとなった2人。互いに切磋琢磨しながら成長を続ける、初夏夏歩、コンビの過去と未来が交錯する濃密なインタビューとなっている。さらに、日向坂464期生が全員出演する映画「全部オブ東京」10月25日より全国ローードショーの公開を記念して。 本作の監督を務めた熊切和義氏のインタビューも掲載。